本一となった現在の繁華街新宿。江戸時代、新宿は甲州街道の最初の宿場としてにぎわったところで、今に史跡が残されている。現在の新宿一帯は信州高遠藩の内藤氏江戸屋敷があったところで、広大な土地を所有していたと言われていた。新宿駅東口は若い人たちの集まるところで、赤大理石で作られたバス輸送がある。バス輸送とは、馬車が走っていた時代に人や馬に給水するところである。新宿三丁目の交差点は甲州街道と青梅街道の分岐点で、追い分けと言われていた。明治通りを北上して靖国通りの新宿五丁目の交差点を渡ったところに花園神社の入り口に着く。花園神社は内藤新宿の鎮守として崇敬されてきた。靖国通りに戻って四ツ谷方面に進むと、右手に城郭寺がある。江戸時代の宿場には廓や、宿の近くには必ずと言ってよいほど投げ込み寺があった。内藤新宿には明治30年頃まで病死災害死の約3000体の飯盛り女が投げ込まれた。その女たちを弔う子供号米碑があり、現在に供養されている。遊女の客を呼ぶ恋によって宿場が栄えたが、その彼女らの末路はあまりにも悲しい物語をたどっている。若く美しい時に奪われた女たちが日の目を見ることなく眠り続けている。城郭寺には上州の八木節に歌われた鈴木門戸と心中した遊女白糸の白糸塚がひっそりと祀ってある。新宿通りを四ツ谷方面に向かって進むと、左側のビルの間に内藤氏の菩提寺、大宗寺がある。境内には高さ2メートル67センチの江戸六地蔵菩薩座像がある。境内には閻魔堂があり、閻魔像が安置されている。左側には木造の脱衣場像がある。脱衣場像はお客の衣類を脱がす商売の商儀の間で信仰されている。
新宿御苑は信州高遠藩内藤家の下屋敷跡のところで、この右手一帯、旧内藤新宿の名はこれを由来する。新宿御苑は現在都民の憩いの場となっており、大勢の人たちに利用されている。また自然の景観はこれからも残しておきたいものである。